こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはコスモシーン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してコスモシーン花に立ちます。その後ろからはリーピングフォレスト、この馬も上がっていく構えです。さらにはカワチサタデー、16番マウントウィング、その後ろビューティーセカンド、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはリーピングフォレスト、その隣にシャープチケット、その外からコスモシーン、内からはペルシアンマジック、その外からマウントウィング、その外にオイスタージャスミン、カワチサタデー、いい位置です。その外にサンセットガリバー、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭に戻りましょう。さあ先頭はマウントウィング、まだ粘っています。リーピングフォレスト、ほとんど差がありません。カワチサタデー、いい位置です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はカワチサタデー、あと 200m、 先頭はカワチサタデー、シェイクザヨーク必死に追いすがります。シェイクザヨーク追いすがります。カワチサタデーもう一伸び、先頭はカワチサタデー、1着でゴール。カワチサタデー1着、2着にはどうやらシェイクザヨーク、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチサタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはカワチシェル、ワインビセス、この馬も好スタートを切りました。ブルーダスター、前に行きそうです。ローレルデライト、それに続いています。さらにはカワチシェル、14番ワインビセス、その後ろ。先頭に戻りましょう。ブルーダスター、先手を取りました。カワチシェル後位をキープ、内からはサンフォードディガー、並んで10番ダイヤモンドナイル、内からはトールアルデル、先頭は依然としてブルーダスター、ローレルデライト、ほとんど差がありません。カワチシェル、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はカワチシェル、カワチシェル先頭、2番手はフィーバーゴルフローズ、残り 200m、 カワチシェル先頭だ。残り 100m、 カワチシェル先頭、フィーバーゴルフローズ食らいつく。オキパンディスト、オキパンディスト1着、2着にはどうやらカワチシェル、勝ったのはオキパンディスト、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはパリスフレーム、綺麗なスタートを切りました。ステイゴールド、前に行きそうです。パリスフレーム、それに続いています。さらにはマンハッタンハウス、12番ベニーザディップ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。リッチシーカー、先手を取りました。内からはサファリキャロット、ステイゴールド後位をキープ、
その外にベニーザディップ、その外からオープニングアラート、その外にエプソムシップ、その外からアロハカラット、並んで14番マンハッタンハウス、パリスフレーム、そのうちに続いています。その隣にエルドメンバー、ベストエイグル、そのうちに続いています。すぐ後ろにナッツロード、しんがりからジューンディガー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはベニーザディップ、並んで15番ディップシーカー、これに続くのがサファリキャロット、少し間が空いてオープニングアラート、好位置をキープしています。ステイゴールド、オレンジの帽子、エプソムシップ、その後ろパワーセナ、それに続きます。内からはビーマイドラゴン、その外からマンハッタンハウス、その隣にジューンディガー、これに続いてアマングメン。さあ先頭は依然として12番ベニーザディップ、ディップシーカー、ほとんど差がありません。エプソムシップ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったディップシーカー、ディップシーカー先頭、2番手はベニーザディップ、追いすがるステイゴールド、いい足だ、ここから勝負をかけます。リッチシーカー先頭、残り 200m、 リッチシーカー先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。ステイゴールド迫る、内から一気にステイゴールド、リッチシーカー、リッチシーカー1着、2着にはどうやらマンハッタンハウス、勝ったのはリッチシーカー、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭は優勢トップラン、優勢トップラン先頭、優勢トップラン粘る、インターライナー迫る、ヤシマソブリ伸びない、優勢トップラン、優勢トップラン1着、2着にはどうやらインターライナー、見事に勝ちました。優勢トップラン、ヤシマソブリ敗れました。これは掲示板までです。